シス2014年去年ですね、去年のやつです。なぜか去年だけ、このこういうやつ相手というか、パンフというかなくしてしまった僕で探してもないんで仕方なしに、ネットから拾ったやつ見ながらちょっと思い出してみます。まず1個目に9層のせいかな、もうむちゃくちゃ、神戸史上最高に並んだ感じで、ギチギチ開演時間のちょい前ぐらいに入れたという、3時間4時間並んだかなみたいな感じでしたね。でして次が思い出がなんだ、はい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 、おい、ビレッジマンズストアとキッズを網込めで続けてどんどん、もう最高でした。あと、ここもここもほとんど見えないけど、アフラッド・ブサークとシシャモ、これも続けて見て、すごい、充実してたパターン。あとがですね、どこだ、おいよ、見えにくいと思いますが、一番下のここかりんちゃんがさっき2011年の T シャツにサインもらってて説明したかりんちゃんが初めて出て太陽の風ステージの鳥、むっちゃくちゃよくってアンコールコールまでかわして、アンコールして時間が伸びて、なぜ困るかといえば フレデリックがこんなとこにいるんですよね。で死ぬほど走って2曲最後見れたかな、だからまあまあ俺としては最高。ついでにというかちなみにというか、フレデリックの浩二とそれから、山下かりんちゃん、あとうさぎさんの片みちょんギターとかのみーちょる、ボイラーリクガメのギュン、この辺みんなまとめて、梅田ストリート路上でやってた、何回かお邪魔してます。工事の楽譜台譜面台をちょこっと寄せてあげたりとか、PA のスピーカー、配置手伝ったりとか、警官が来てここダメというので一緒に逃げたりとか、結構思い出あります。梅田のあれなんだ、なんとかカメラ、ビッグカメラ忘れたけど、あそこの北側のでかいとこの斜めみたいな感じのとこで、路上何回も行きましたね。が重なってしまったというちょっと辛いパターンね、かりんちゃんとフレデリック、あとなんだ、あとはいつものごとく鳥の方に、セクマシ、この年は何だったっけ、あ、すこやかクラブという名前のセクマシとガガガで締めくくる、言ってなかったかもしれませんが、セクマシはもうとにかくライブパフォーマンス高いんやけど、神戸は神戸ではもういつも最強、いつもいつもいつも毎年毎年ベストアクトです。